聞いてる？意外と聞いてない？ハードの中に入り込んでる剣は。やばい、なんか楽しくなってない？あ、強くなって、僕はあなたが一番好きかもしれない。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは神のみぞを知る世界第3話見ていこうと思います。はい、というわけで、クラシックリアクションシリーズアンケート部門ということで神のみやっていくわけなんですけれども、相も変わらず発音がうまくいかない。どこにアクセントを置いたらいいのかわからないんだけど、神のみ見ていこうと思うわけなんですけれども、まあ前回まあ新しくエルシーちゃんが妹になりまして、家庭はぶっ壊れたけれども新たな妹を獲得だぜっていうところと、新たなかけ玉の攻略対象である青山美穂ちゃんと、まあ、仲良くなっていかなきゃいけないんじゃないか、大霊場かと思いきや、なんかすごいなんかボロアパートに住んでいるよみたいな、結構気になる展開がもうズンズコズンなので、今回もどうなっていくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて行きましょう。さあ、あー、振りか。うん、社長令嬢なんでしょ。さあ、もう没落しちゃったの？なんかでも違うよね。もう没落した社長令嬢なら多分エルシーちゃんの元に情報があるはずだからな。クソかっこいいオープニング。さあ、エルシーちゃんを攻略したい気持ちは未だに変わらないわけなんですけれども、エルシーちゃんってちょっと名前に含みがありそうなんだよな。 L は多分ラブだと思うんだけど、でもなんか C はなんだろうな。結局結論が出なかった。かわいい、キューピッドかなと思ったんだけど、でもキューピッドじゃないよな、悪魔だもんね。さて、まだ見ぬ強敵たち。シャーン、ゴトリノース。ここで変わるのやばいね。かっこよすぎるっしょ。オープニングはやっぱりすごい評判らしいですね。コメントでもオープニングが最高みたいな。かっこいいよね。The World Glory Knows。 さあ、行きましょう。すいません。ない。はい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 。行っちゃいけない？あ、やべ、見てんのバレた？ん？何？え、何あれ？何？かわいい。すごいな。小銭の存在を認めていないんだ。わお、マリー・アントワネットが言ったか言わなかったかのセリフ。やばいやばい。お月の人も、森田も。さあさあさあ、よくバレなかったね。あ、やば、あ、あ。あ、かわいい。なになになに、超かわいいんだけど。あら、告白書見。え、個人タクシーになっちゃった。なんか、そういう届けとか出した方がいいですよ。かわいい、なんか、ちょろそう。ちょろそうって言っちゃった。え？意外と聞いてる？意外と聞いてない？告白。けどなんか、そうね。さて、
別に言わないけどね。これ何？封印されてるの？あ、ごめん、見たことなかったからあれだったけど、なくなっちゃったのか。すいません、一般常識に欠けてて申し訳ございません。ただのタンスだと思ってた。うん、イエス。うん、相手のやっぱり素性を知ったっていうのはでかいよ。うん、何？パパパパパーン。なんかケイマは抜けてるのかクソ真面目なのかが分からん。何何何？うん。とぴったんこ。僕も全く同じ気分。え？みたいな。うん。そうね。そうね、それはでかい。さあ、まあね、なるなる。秘密を共有してることが、確かに。あー、確かに。いくら三次元とはいえ、なるほど、ゲーム理論。ゲーム理論大事だからな。かわいいな。さて、攻略2日目。大学でもゲーム理論を取ると目ん玉飛び出る。さて、歩く？あら、箸より重いものを持ったことがない。かわいくないか。あら、自ら。何これ、チャリンコ。あら。告白増えたな。ピカピカチャリンコですけど。お、あなたを乗せればこの自転車すらリムジンに変わる。あなたがいる場所が、あら、あら、痛い、砕けた、折れましたわ。ああ、パンがいっぱい。ドジッコ属性もある。さあ、 LC 交通に。さて、もっと派手にする。ケツ上げイカレヤンキー車両に変えちゃう。さて、あら、あ、これありじゃない、人力車。あら、いいね、いいんじゃない、これなら留意も下がる。あら、どんどん距離が近づくんじゃない。頑張れ。K は多分相当しんどい。まあ好きです。まあ、僕は大好きですよ、あなたのことが。金髪だし。あら、いいね。徐々にやっぱり、この、ガードの中に入り込んでる、K マが。おためが。さて、頑張ったな。すごいな、真剣すぎる、全力すぎる。あら、もうちょっといいんじゃない。ただちょっと こっから先なんか私生活に。そうね、人力車ってブレーキがしんどいよね。
さあ、なんかどんどん派手になってる。重くなってない？すごすぎるな。そしてちょっと感性というか、なんというか物理学的におかしな挙動してたけど、まあたまにこの世界物理学壊れるらしいからな。ハードルの大きさも変わるし、だいぶしんどいだろうね。でかくザクの頭に乗って、人生で一度は乗ってみたい。うん、まあ家に関しては言う理由がないもんな。さあそろそろしんどいんじゃない？あら、さあこれは無理。あのこれはねあのこぐよりも多分動かした方が早い。そうね。あら、何？マジ？あ、はい、お願いします。ほら。あら。すごいな。やばいやば。逃げる。やばい、なんか楽しくなってない？あら、笑って、あら、楽しくなっちゃって。もう、この子の笑顔が見たいですけれども、そんなの。そうか、でも、なんかでも。あー、やっぱり若干、現実とやっぱりギャップが出ちゃうんだろうな、こうやって。いや、そうしないと、多分、そうだね。きっと多分、お父さんが死んだことを受け入れたくないんだよね、多分。うん。あら。あら、そうね、うん、忠実にね距離を縮める。あら、そうですか。なんかきっかけがあればいいね。多分父親の死だよね。あ、なんだ、かわいい。何書いてるの？かぼちゃ？ジャッコランタン？さて、花の夜会開催。なんだ、ドライブマイカー。さて、来ないかしらと。かぼちゃの馬車？あ、愛想疲れたかと勘違いしちゃって、ちょっと引いてみる作戦かな。どうだろう。さて、あら、かぼちゃの馬車。さて、さあ多分社長令嬢とかが集まるパーティー。すーんごい。何？あら、かわいい。素敵なドレスじゃない。うん。あら。あら。
あれ？あ、そうなの？かわいい。デフォルメ顔がかわいすぎるな。さて、うん、あ、やっぱりそこか。さて、あら、エルシーちゃん、あら、メイドの服。やばい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 。あら、私と仲良くしてほしい。この子、さて、あら、もう現実の女の子にドキドキしております。ケイマ君、落とし紙も、あらか、もう、もう Y 葵様のパワーが半端ないでございます。右左、上上して下、右左右左、 BA、 ああ。ああ。でもちょっとずつ向き合えてきてる感じなのかな。あ、はい、あ、何ですか？やばい、陰険金持ちだ。これは陰険、わお、はっきり言ったね。わ、陰、恥をかかせに来てる。わーお、陰険金持ち。お？だよね、つながりなんだよね、多分こうすることが。受け入れて歩むしかない。あら、あら、忘れない限りか。ちょっといい感じで泣きそうになってたのに、岩盤ふっ、
あら。さあ、かけ玉が出ていく。おお。さて。これで吸い込んでいく。OS!OS! OS! そうか、でもこれかけたま、まあ、心の隙間に入るっていうくらいからやっぱり、これからも多分、こういう何かしら、難を抱えた女の子たちが出てくるんだろうな。そうね。なんか、すり減ってるけど。あ、はい、なんでしょう。はい?あら。あら。あら、小銭。あら、手が触れて思い出す。けれども、青山さんには、記憶がない。あら!まあ、行為は、記憶はなくなるけど、行為は残るんだろうな。これ多分まだ前段階か。その先にありそうだな、ラブコメが。あら。あ、強くなって僕はあなたが一番好きかもしれない。一番とか二番とか決めちゃいけないのは分かっている。さあ、お父さんも笑っているさ。強く生きる。大人になって。パーティーはそのままに。素晴らしい。いやー、この1話でパワーがすごかったですね。いやー、いいなー、この作品いいなー。これ声優さんまた変わってる?歌ってる人違うよね。そうか、攻略対象によってまた変わっていくのか、エンディングの歌い手が。全員、あれ?これ全員か?全員か。あれだよね。あゆみちゃんの時はあゆみちゃんオンリーだったよね。さあ。いいなあ。このみおちゃんのこの素直なところが好きです。さあ、この子。あ、フィーチャリング青山みお。やっぱそうだね。そうかそうかそうか。やっぱり攻略対象によって変わっていくと。でもこの感じだとやっぱり難がある子たちなんだろうな。この子たちみんな何かしら問題を抱えてる子たちなんだろうけど、どうなんだろうね。でもなんかありそうだよな。これだけで終わる気がしない。この行為を引き継いで現実の恋に発展していくんじゃないかな。ただ攻略するだけじゃないでしょ多分。なんかそんな感すごい、うん、本当にギャルゲーっぽい。うん、確かにかわいいすごいな。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いいですね。僕はみおちゃんが好きです。あなたのことが好きです。はい、好きです。心は高潔。出るのもどこか素直なところもあります。こんなん嫌いになる人はいません。このようにあなたを嫌いな人はいない。幸せになってほしい。でもどうなんだろうな。このままなんかこのキャラを使い捨てるっていう可能性はやっぱりないな。前回のさ、あゆみちゃんもそうだけどさ、なんかこれはまだ前段階なのかな。かけたま勝った後が大事なのかな。その後やっぱり現実のラブコメに発展していくって形になっていくのかな。どうなんだろうね。なんかこの感じで話が進んでいくのかなって思って、オープニングに出てる女の子ってあと2人じゃん。あと2人攻略した後にさあさあさあドロドロの展開が始まっていくみたいな感じになっていくのかな。
どうなんでしょうね。うん。でもなんか冷静に考えてみたらそこら辺もギャルゲっぽい雰囲気はあるよな。そこら辺もっていうか、いろんな女の子がいて攻略して、まあギャルゲーはさ、やっぱり記憶がなくなって、やっぱりもう一周やり直すみたいな感じ。多分そこもギャルゲーを踏襲してると思うんだよね。やっぱり攻略時の、やっぱり記憶がなくなる。だから多分かけ玉がいた状態での、なんか関わった記憶っていうのは消えちゃうっていうとこだと思うんだけど、それは、結局のところやっぱり、なんて言ったらいいんだろうな、すごい難しい、なんか言語化が難しいんだけど、やっぱりギャルゲーと同じで、さあ次の周回ではまた一から関係を深めていかなきゃいけなかったりするっていうところ、ギャルゲーではそうだけど、リアルはそんなことはない。終わった後の話もあるよっていうのが、多分その、何、ギャップっていうのを見せてくるのがこの作品だと思うから、多分攻略が終わって、また記憶がリセットされて別の声ってわけにもいかなくなってくるっていうのが、この作品なんじゃないかなっていうふうに思う。うん。だからやっぱりこう好意的なものはやっぱり引き継がれていく、これから先どん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 引き継がれていって、まあいろんな女の子とこう仲良くなっていくっていう感じになっていく。それこそやっぱり同時攻略じゃない限りは爆弾は出ないのと同じで、だけどなんかやっぱりまた別のかけ玉のね、なんか処理のためにやっぱり別の女の子と仲良くしていくにあたって、今まで攻略した女の子がちょっと足かせになっていくみたいな、そういう流れも出てきたりするのかなっていうふうには思いますね、こう見てると。ああ、いやでもいいな、なんかやっぱりあんまりこう何度も同じような表現をするのはなんかやっぱり僕としてもやっぱりなかなか難しいというかもどかしいところではあるんだけど、やっぱり世代がやっぱり合ってるんだよな、やっぱりこの作品の作風というか、うん、ぴったりなのよ本当に。平成レトロじゃないけどやっぱりなんか肌に合ってるんだよな。だからこそスッて入ってくる、このちょっとぶっ飛んだ設定かもしれないけど、やっぱりどこか繊細で儚くてっていう、この人間の心に訴えかけてくるところ、大味なように見えてその中はすごい繊細っていうこの感じがめちゃくちゃ僕のこの肌質というか体質というかなんていうかにすごい合ってる。うん、なんかすごいいいなっていう風には思いますね、この作品は。うん、なんか出会えてよかった作品にもなっているんじゃないかっていうところではある。うん、やっぱりこうアンケートじゃないと出会えない作品っていうのは絶対あるんですよ。多分僕も神のみず知る世界は、この神のみは多分アンケートで選ばれない限りは見ないっていうか、おすすめされない限りは多分見なかったから、うん、出会えてよかったなっていう風に思えてますね、もう今の段階から。いやすごいいいな、繊細で儚くて、うん、人間模様っていうのがいいよね。うん、それでいてやっぱり主人公は変わらずぶっ飛んでるというか、一本筋が通ってるわけですよね。うん、ああいう風に見せてるけど心の中ではしっかりギャルゲーの中でこう生きてるみたいな、そういうのもまたいいところで、それぞれのヒロインを落としていく話っていうのはとてもいいんじゃないかなっていう風に思っております。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで、さあ次回は誰を攻略していくのかどうなのか、いろいろ注目していきたい。最後の言葉は刺さるな、確かに。ギャルゲーみたいな人生を送りたいと思っているけど、それを送れる人間はギャルゲーをしないし、ギャルゲーみたいなことはそもそも起きないし、うん、なかなかもどかしいっていうところ。ギャルゲーみたいな体験をしてみたいと思うけれども、ギャルゲーみたいな体験を起きないし、ギャルゲーみたいな体験をしているやつはもうギャルゲーをしないということで、パラドックスです。観測するまでこれはギャルゲーみたいだなということは気づけない。どういうことだ、複雑なところではあります。はい。ミオちゃんはめちゃめちゃ可愛くて、これから先も強く生きてくださいというところで、今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、神の実第3話でした。